はい、皆さんこんばんは。ポケモンスタジアム実況プレイへようこそいらっしゃいました。今日も楽しくやっていきましょう。よろしくお願いいたします。そんなわけで本日はジョバンニさんとの対決を予定しています。楽しみです。ジョバンニさんっていうと何使いになるんだ。毒なんかニドキングとかそういう系統を使ってた気がするけど、あ、でも毒はコウガさんだ。じゃあ何タイプ。地面、毒地面。あなた何タイプ。あ、ロケット弾とかいるし、隠しもしない、大やけにしてます。それからラブマン、愛の男。そういうラブじゃないって。でも結構いやらしいヒゲを蓄えてますけど、あのヒゲは一体何のために使うんでしょうかっていうね。あとはクールオス。まあそうですね、どんどん相手が強くなってますからね。大将監督クリでしょ。で寿司、すき焼き、天ぷらで、数字的に言うとどうなの。天ぷらが例えばさ、今こんな感じでしょ。80とか85とか、レベル50っていうと、例えばザップとすってどんぐらい。あれだもんね、きついよね。ごまかしごまかしやってきたつもりではいたんですが、いかんせんね、やっぱり素早さがね、相手よりもやっぱこれだけレベルに下がると劣ってしまうと、一ターンでやられちゃってるのと変わんない。クリファーベルの、エスパー攻撃なんかも面白いかもしれないんですが、これはやばいもんね。倍以上やっぱ離れてるってことだよね。意識してみるとね、一撃でやられちゃうよね。なのでまあ天ちゃん行こうよ。だからこれを、これ VS こういうのってなってくる。そうだな、アルティキューナの力は借りないと厳しいんじゃないかな。で前回お留守番のモルトレスっていうのもいますが、やはりここは今日もお留守番ということでザップドス。行ってみようか。今回は事故ではなく本気でお留守番。お、なんかロケット団らしいラインナップですね。ゴルバットとかね、名前もなんか投資番号ついてるし、1番2番3番。お、モルトレスがいる。伝説のお留守番ポケモンモルトレス、絶対使ってくるでしょ。俺を舐めるなと。だから絶対モルトレス使ってくるんで、寿司は使いたいね。だから寿司、そうだな、寿司アルテキューのクリっていう感じかな。はい、お願いします。お、寿司。お、いきなりどうする。どっちも伝説ぶつける。じゃあサーフィン。The command are issued. お、ファイヤースピン。熱い。It's not very effective. どのぐらいこれ続くんだろうか。It can't make a move. They're just trading warning blows now. さあ、幸いでも8だもん。Still going on.じゃあ次の切れ目を狙っていこうぜ、寿司。お、引っ込めた。気が変わった。お、パラセクト。その心は。わざわざちょろちょろっていうチョロビーを浴びせてから帰ってきたってことは、相当寿司に対して相性のいいものを持ってんだろうね。出会えば変えちゃおう。あれできるの。それともクリ行ってみる。クリ行ってみるか。チェーン、ご苦労さん。
監督自ら出場します。お、サンライトを取り込んだ。そういうこと？サンダーウェーブ。やった。これでどうなの？溜め込んだサンライトっていうのはなしになるの？それともまだ続くわけ？わかんないけど、そうですね。あれできるなっていうのか？メガドレイン。ムノビーム。やった、スーパーエフェクティブ。おっしゃ。ということはモルトレス出してくるか？出してきた。そうだよな、氷だもんな、こっち。そしたらファイヤースピンやってくるだろうか。ジャグリング対決になってきました。面白い。おお、寿司2回目きた。ファイヤースピン。また何、チョロビを浴びせてから入ってくる。幸いダメージ量は少ないからね、うまいこと隙間を狙って攻撃を仕掛けることができれば。おなにトクシック。汚いやつ入ってきた。暴言か。汚い言葉を浴びしてきた。どうだ、スーパーエフェクティーブ。うん、まあまあだね、60ショットか。なるほどね、向こうの狙いが分かったよ。そうだよな。で、あのポイズンも一緒にみたいなんでしょ。なので、まあ、これはちょっと最後まで頑張ってみよう。十分頑張ってる。なるほどね、33球水準見て帰ってきたんだ。敵を取った。さあどうだ。よし、ミスった。致命的なミスだな、これは。サンキュー。There's only one Pokemon left in reserve. Oh, it's Golbat. おお、なるほどね。さすがロケット団。The remaining Pokemon stock is 2-1.The tenth battle continues. Confused. What's up, confused? It's confused. 打ち勝ってほしいね。ダメか。The intense battle continues. 宇野選手、お願いします。What's that? There, it
the hit. Uno 選手の confused. やばいやばい。ちょっとやばいじゃないの？来たぞ。What's this? Yeah. よし耐えた。よっしゃ、打ち勝った。お待たせしました、ウノビームドラゴンズ。オッケー。いや、なかなか面白い対決でした。さあ次はラブマン、愛の男。トプスカブ、トンマグネ、オーフィア、タンリキ、ワスポリ、チャンモン。そうだね、チャンモン出してきそうだね。なんかその辺に特徴が出てるね。そのカブトプスとかヒットモンちゃんとかね、その辺のレア系をまず1匹で、マグネトンとか出してきそうだね。ラブっていうぐらいだから。水系がカブトプス、ポリワスっているんだったら、すき焼きがいても面白いかもしれませんね。電気系にも強いですし、すき焼き一番って言ってみる？うん。で、アルテ Q の、クリ？うん。これでいいや。オッケー。お願いします。オッケー、おかっぱちゃん。お、いきなりマグネトン。じゃあ、突っ張りを。スクリーチ。ラゾー、突っ張り突っ張り突っ張り、クリティカル、うん、まあまあ。どうする、一回グロース入れてみる？入れてみるか。お、ダブルチーム、面白い。クリーチを重ねてくると思ったら、しかしですね、いくらダブルチームを重ねてきた、重ねたところで当たるときは当たるのさ。ケスケキ、突っ張り突っ張り突っ張り、アドン、虚しかったな。もしかしてもう一回、お、スクリーチ、なんと外してる、やったね。じゃあこっちが当ててやるぜ。オッケー。おお、スクリーチ意地になってますね、意地太郎になってますね。でこっちも意地の突っ張り、よーし、当たるとき当たんのさ。ナイス。さあ次はヒットモンちゃんとか面白そうですね。お、ポリワッス先制したいね。スクリーチかかってるから勝負。うわー、やられちゃう。ボディースラム、どうだ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 、残った。さすが根性ある。突っ張り突っ張り突っ張り、よーし、スーパーエフェクティブクリティカル、どうだ、いいね。一回成長してるもんね。さあ次だな。でも十分頑張ってくれたんで、
かにサイキック。ならば、クリだったらサイキック食らっても耐えてくれると思う。なんでサンダーボルト。やった、先制した。ゴーゴーゴー、やったぜ。バターン。There's only one Pokemon left in reserve. ちっちゃいな、クリ。Oh, it's Megaton. リキタング。人気だね、リキタング。じゃあサンダーウェーブ。なんかハイパービームとか使ってきそうだもんね。スラム。おお、ブルンブルン回してる。やった、外した。なんでどっちがいいのかな、サンダーボルトとサイズミックトス。クリティカルが出るんだったらサンダーボルト期待だな。ゴゴゴ。50ぐらいか。何？よし、耐えた。さすがクリ。サンダーボール。おっと、クリが耐えてはくれたけど、凍ってる。ちょっと見せてよクリ、あの凍ってる姿っていうのはさ、あれなのかな、その決まった絵があるのか、食らった時の静止した瞬間をこうキャプチャーしてるのかっていうね。うん、可愛いからな。ちょっと交代してみるか、あるときゅうのに。The trainer hasn't issued an order. Pokemon return to its Pokeball. ちょっとあのまんまやられてしまうのもかわいそう。What now? Whoa! Looks like a bad Pokemon choice. How will the swap Pokemon fight?ウノビーム。オッケー。まさかサンダーボルトもこうやってくるとはね、想定外だったけどやりました。そしてクリは固まってるだけ。いやー、面白かったな。さあ次はクールオス。クールオスもなかなか面白いの入れてますね。オムスターとかピンスターとか、お、ザップスターチップスターみたいなね。カップスターでもあったけど何を言ってんだ。ザップスターは使ってくるでしょ絶対に。あとはまあ個人的にオムスターかピンスター出してくれたら楽しいね。でもう一匹はまあ手堅くいくんならファーブルスターかな。何でも使えるもんね。あとはまあ、あの極悪なドリオスターかクルエルスターのどちらか出してきそうだね。まあ、ドリオスターは確か他のやつがラインナップに入れてたから、かぶったらちょっと俺のオリジナリティみたいになるから、ドリオスターは使ってこないでしょ。使うならクルエルスターなのかな。なんで、ザップスターだよね。やっぱ対策を打たないといけないのは。だからうちもちょっとザップドスぶつけてみる。なんか色が違うね。そっちのザップスターすごい濃い色してるね。なんだ、朝のおしっこみたいな。失礼。すき焼きいってみるか。で、アルテキューのザップドスで。例
ただあれって9のもおそらくザップスターサンダー使ってくるだろうから、それがきついね。ザップスター最強説はい、お願いします。頑張れ、おかっぱちゃん。おお、ファーブルスターヒットポイントすごいっすね。お、先生、いけ、突っ張り突っ張り突っ張り、うん、まあまあ、なるほど、サイズミックトスっていうのを見ると、いろいろ技がある中でこれが一番効率がいいっていうのを見たっていうことは、もしかしたらサンダーとか使えるのかもしれないね。ラゾー。さあ次大事だね。メガドレインじゃ倒しきれないだろうから当ててほしいな。頑張れ、おかっぱ頭、よっしゃ、えらい。さあ次は多分最初のは前菜でしょ。お、ピンスター。ピンスター先生はやっぱり属性的には虫なの？ノーマルなの？でもいろんな技を覚えてそうだよね。とりあえず行けるところまで。スラッシュ。あ、しゃあない。次につなげよう。そうだね、ピンスターか。クワガタだから普通に考えたら虫だと思うんだけれど、どうなんだろう。まあここはザップドスいってみる。うん、おー、ザップドス。The Pokemon are entirely different で、ドリルペック。セサミストリート。お、暴言。おっしゃ。そんなんじゃ精神的に揺さぶられたりしないね。セサミストリート。オッケー。わあ。There's only one Pokemon left in reserve. Oh, it's Omastar. Omastar. The remaining Pokemon stock is 2-1. The tenth battle continues. 美学を感じるね、なんかね。Wow, that's an effective hit. レアなクリファーベルを使ってきたりとかね。レアなインスター使ったり、モンスターもそうでしょ。なかなかクールだよ。おお、残った。The heated battle rages on.What now? It's doubly effective. 向こうも残った。ハイドロポンプ。当ててきますね、ハイドロポンプ。よし、ご苦労さん。Both combatants are down to their last Pokemon. Oh, it's Articuno. There's just one Pokemon aside now.The battle is coming right down to the wire. うのビーム締めで。Yeah, it's a hit. And it's down. Thank you. And there goes the battle.
やポリシーを感じたよ。どっかの誰かさんと違って言い続けますからね。事情は皆さんから聞いてよく分かりましたが、ブロックさんの。さあ序盤に、おなかなか極悪なラインナップだね。あ、やはり愛しの愛病ペルシアンがいますね。ダグトリオとかやだな、いやらしいね、出してくんだろうな。で二度クイーン、二度キング、ライドン、タウロス。そうですね、まあ最初に多分ねペルシアンだと思うんだよね。でペルシアンはおそらくですが、まあ、ここまでやってきて思うのは、素早さで言うとうち勝てる子いないと思うんだよね。だから一発食らっても反撃攻めて一回はできるような子っていうとスシーかな。ダグトリオ来られちゃうともう全滅じゃない、うちダグトリオで。スシーは分かってるよねその辺ね。スシーしかいないかな。だからスシー、アルティ級のザップですね。はい、お願いします。The final gym leader, Giovanni, the dawn of brown Pokemon. The challenger has to work hard for the win. クリティカルとか出されちゃうと多分ね、一発で落ちちゃうんじゃない？うん、なんでここはそうだな、ブリザード行ってみようか。何、サンダーボルト。どうだどうだ、あ残った、よしお返し、ダイヤモンドダスト。うん、まあまあだな。サンダーボルトってことは当たっちゃうね次。That defeat means the Pokemon won. Zapdos. Oh, it's Zapdos. How will the type difference affect that? Oh, やはりペルシアン早い。What will it do? Hit the weak one. うん、残った。よかったよかった。お返し。セサミ。うわぁきついね、ペルシアン一匹に二人落ちちゃうか。で、スラッシュを食らって、いや、どっちです、サンダーボルト出てくるかな、キャプテンだから。半分前後はやられちゃうな。あ、トクシック？だからトクシックのがまだいいよ。まずは一匹。宇野選手、ありがとう。Which Pokemon is coming out? Rhydon. Oh, it's Rhydon. The point is 190. If one Pokemon gets two now, Unobeam. The combatants are making sparks fly. よし、クリティカル、ガリ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 、いけ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 、一気に減らせ、やったぜ。これで1-1だ。二度クイーン、セクシー。目のやり場に困るんだ。ストレンス、二度食いのが早いのか。頑張れウノビーン、中日スーパーエフェクティブ、ガリ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 
減らせ減らせ、あー惜しいな惜しいな、これわかんないな。クリティカル出されちゃうとかなりやばい。セクシー攻撃、とどめー、オッケー。いやー今回もなかなかギリギリな戦いが続きましたね。なんだこれ。鍵を受け取って最後のキャッスルのゲート門を開いた。おお、映った。お、エリート4か。いよいよ最後かな。はい、ということで今回の動画一旦ここで区切りをしたいと思います。次回はエリート4との対決を予定しています。それではまたね、さようなら。はい、おまけコーナーです。今回も時間が余りましたんで皆さんと一緒にポケデックスを見ていきたいと思います。よろしくです。どん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 パフパフパフ。そんなわけで前回確か101番まで見たので、今日は続き102番、エグゼキュートから見ていきましょう。はい、植物の種のようなポケモン、一つ見かけると気がつかないうちに大勢集まってくる。そういえばサファリでやたらあの子が追っかけ回してきたんだけど、そういう性質のため。103番、エグゼキュートオール、それぞれのフルーツが、それぞれの意思を持っている。ちょっと待って、あれフルーツだったの。落ちるとエグゼキュートになると。なるほどね。お、9番、いつも、亡くなった母親の頭蓋骨をかぶっている。顔を見せない、泣いている。かわいそうにね。マロワック、もともとは小さくて弱いポケモンでも、骨を手に取るとアグレッシブになる。ヒットモンリー、蹴り続けるポケモン。キッキングマスターとも呼ばれている。いいね、僕があのポケモングッズを作るんならね、ヒットモンリー型布団叩き機みたいに作りたいね。ヒットモンちゃんは見れなくて、おお、ずいぶん見れないね。ライホーン、骨は人間の1000倍硬いとされている。ライドン、アーマーのような皮で守られている。3600度の溶岩も耐えしのぐ、すごいね。チャンシー、毎日卵を産む。あ、そうなんだ。ラブ、愛と、思いやりで接してあげてください。卵はとても美味しい。卵はとても美味しい。これは博士が書いてんだこれ。愛情で接してあげないといけないのに何、卵食っちゃうわけ。博士。ダンゲラ、たくさんのツタで構成されている、ワカメのようなポケモン。カンガスカーン、メスです。お腹のパウチで3年間、子供を育てる。餌を探せるようになると、取り出される。ホーシー、口からインクのようなものを吐き出すと。なるほどね。尻尾でバランスをとってる。虫を撃ち落としてるらしい。シードラ、頭のいいポケモン、逆さに、の体勢で泳ぐことができる。ゴールディーン、エレガントなドレスのような尾ひれがある。シーキング、秋になると、川を、登ってって繁殖する。スターリュー、切り離されると再生できる。
すごいね。スターミー。七色で光ることがある。人間の目に触れていないとき、宇宙から来たポケモンとされている。ミスターマイム。パントマイムを演じるのが大好き。サイサー、動きが速い。たまに、羽で飛ぶことが目撃されてる。なるほどね。あ、ちなみにさ、生息区域っていうのはサファリゾーンエリア1レベル15メイビーもしかしたら、エリアにはレベル25レアリーレアだって。うちが捕まえたのってどっちだ、25の方かな。エリア1っていうのは多分あれでしょ、入ってすぐだからエリア2の方じゃない。お、125で126がなくてピンさん。相手を掴んで、離さない。あ、じゃあピンさんは15はメイビーで25がレアリー、うちのピンさんはもしかしたらメイビーの方かもね。同じエリア2だもんね。タウロス。強いんだけれど、一直線にしか突進できない面白い。タウロスは、タウロスもサファリ限定か。ノットオフン。そんなに現れない。マジカープ、どんな相手でもどんなにひどく攻撃を受けても、跳ねることしかしない。深いね。ガンジー君か。ギャラドス、とっても凶暴大都市をもう完全に破壊する力を持ってるって。あれか、だから違うんだよ。この時に恨みを溜め込んでギャラドスになって何千倍返しってやってるんだよ。恐ろしいね。ラプラス、人間の言語を理解することができる。絶滅寸前。リット、細胞を再構成させて敵に、変身することができる。イービー、遺伝子がイレギュラー、3種類のポケモンに、進化する。エレメンタルストーンの、放射線によって。で、うちはジョルテオンだったんだね。武器は1万ボルトの電撃アタックと、トゲトゲの、毛トゲトゲの毛ポリゴン、人によって作られたプログラミングのポケモン。サイバースペースを行き来できるってかっこいい。カブト、ひっくり返ると自分では元に戻れないだから全滅しちゃったのかな。カブトプス、相手を、八つ咲きにして、さらには、体内の水分も全て吸い取ってしまう。あ、なんかゲームボーイの方で同じようなことを読んだ気がする。違ったっけな。エアロダクタル、古代の恐竜の、遺伝子によって生まれた。スノーラックス、食べる時だけ起き上がる。アルテキューノ、お、伝説きた。雪山で凍えていると現れるとされている。なるほどね。もしもね、レオとヒゲオエジが遭難した時に来てくれてたら運命が変わってたかもしれないけど、ね、なんで来てくれなかった作品が違うからか、ザップドス、お、出ました、伝説の、鳥ポケモン。大きな雷雨の日に現れるとされている。そしてモルトレス、ファイヤーバードとして知られている伝説のポケモン。ドラティニ、若い子でも、6フット6インチを超えるとされている。レアですって。あ、なるほどね。レアっていうか、あの、長年伝説というふうにされていたと。6フット6超えるって言われるけど、うちのはちっちゃいんだね。ドラゴネア、空を飛ぶことができるらしく、天気を変える能力もあるとされている。そうなんだ。そして、150番ユーツ、凶暴なポケモン、
遺伝子組み換えで作られた。なるほどね。お、6フット7。あ、じゃあ子供のドラティニーとあんま変わんないってことね。なるほど。はい、ということで以上がポケデックスでございました。お楽しみいただけましたでしょうか。ところどころね、間歯抜けになってるんだけど、あとはですね、このポケモンスタジアムの、実はメインのモードがこのスタジアムっていうものになっているらしくね、ど真ん中になるもんね。しかもあんなに場所取ってて、僕はその周りに散りばめられてるものしか見てないんだけど、時間がねなかなか取れないんでね、これを遊んでいくってことは実際のところはしないとは思うんだけど、でもあのいろんなルールの大会があるみたいでね、楽しそうなんだよね。例えばこのピカカップっていうのはレベル15から20限定っていうふうにされてて、例えばどうなんだ、うちで出場対象になってる子が、例えばあバタフリーとかマイルズとかね、メスッコスッコ、平和主義のカダーブラ、ドラゴネアとか、この辺が使えるらしいね。うん、っていう大会があったり、プチカップっていうのがあって、これはなんだ、レベルがちょっと高いみたいだけど、うん、ファーフェチトとかホーシーとかね、あとはもう使えないのか、これレンタルか。うん、これあれだ、自前のポケモンで出場するのはちょっと酷だよね、2匹しかいないから。うん、まあこういう大会があるらしく、うん、今回あの夏休み企画中にはちょっと無理だけどね。でもまあ、 あの実際手に取って買われた方は挑戦してみてください。楽しいと思います。はい、以上おまけコーナーでございました。それではまたね、さようなら。